えー、6月の6日がですね、シュナの旅です、ね。宮崎駿さんのですね、あの、絵物語って言えばいいんですかね。えー、まあね、たった660円で買えるですね、めちゃくちゃ面白い。あのジブリのアニメの中にも当たり外れあるじゃないですか。で、そんな外れのアニメよりもですね、絶対こっちの方が面白いし、あとあの、絵物語なんですけど、結構文章量多いんですよ。 ななので、かなり楽しめると思います。ゲドセンキがですねちょっと好きだけど物足りなかった時人が、一番いいんじゃないかなと思いますなんかね後のナウシカとかねあの宮崎作品のです、ね、未来少年コナンとかも含めた全ての原型になっているような、まあ、作品でもあるんですね「シュナの旅」です。